すごいよメロン。ヤオジレザーであれが忘れられる。美味しかった。あ、そうなんや。いい感じ。すごい丸まんま入ってる。本当や、米粉って書いてある。簡単やから。もう角を左やな。この辺よ。カードも当たったです。目的地周辺です。音声案内を終了します。頼む。音これや、これやね。めっちゃいい感じ。超高級スーパー。いいね。うん。面白い。面白い。高速に乗って土山サービスエリアまでやってきました。中を散策しているとお腹空いたとなってしまったので、サポールで買った美味しいお寿司、美味しいステーキ弁当を食べることにしました。それではご覧ください。近江牛ステーキ、すごかったね。すごいな。ポークステーキとどうしようか迷ったんだけど。あ、それ。いただきます。いただきます。これから。うん。では、お寿司についてる
ガリガリ。国産生姜を使った寿司ガリやで。珍しいね。うん。大抵中国産。タイとか中国やけどね。すごいねこれ。こだわってはるわ。こだわりはあんねんね、あそこ、うん、あのパンフレットもらったやん、あそこになんかいろいろ書いてあった。いただきます。うわぁ、それ弁当当たりよ。当たり、うん、うめいこ、おいしい、うめいこが、それそれ、うん、うまいな、これ。なんでこんな差が出るんやろね。うわ、うわ、うまい。ちっちゃいのもう一個あげる。うん、食べるよ。いいよ、いいよ。猫なくなるよ。もう一個もちょうだい。おいしいね。めっちゃおいしい。今しちゃった。おいしいわ。おいしいわ。ご飯食べれる、それ全部食べれないけど、うん、ご飯もらおう。ご飯もうまいぞ。なんか見栄えが悪くなってご飯うまいね。ご飯いいお米使ってはる。あ、そう、うん、この普通の弁当のご飯にしたら、ご飯美味しい。めっちゃ美味しいね、これ。安いね。セブンはちゃうよね、もう最初からお店の。ちっちゃいのあるかあげるわ。はい、あのスーパー欲しいな。なかなか難しいけどな、あれ。あそこの場所から入るやろ。そうだね。なかなか普通のスーパーと、スパイス、エゴシさ、なんかいっぱい買ってる人もおったし、女性の。ああ、そうやね。ちょっと寒いな。携帯で調べてはったよ。スーパーであんな置いてること置いてる、またちょっと違うスパイスやな。いや、同じやけどね、種類が多いだけ。まあ、そうだね。でも野菜もお肉もそんな高くなかったし、うん、新鮮でこんな美味しいんやったら買うでしょ。作りたて出してくれはったからね。あ、そう、うん、暗く西宮の北の方とか。だって碇さん行く人やったら絶対行くと思う。いや、だから碇さん行く人が、むしろ碇さんも作れる。作れるはしない、パンがあるから。こんなお店行ったら面白いな。冷めてもちょっと美味しいやつな。
いや、失礼よ。失礼か。失礼か。冷めても美味しいな、失礼。まあ、もちろん焼き方もいい。今回の名古屋編はこれで終了です。次回からは違う日に行った岐阜名古屋編をお届けしたいと思います。そしてまたその後には沖縄編も続けてお届けする予定ですのでお楽しみに。それでは今日はここまで。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。これからも食いしん坊ともちんのチャンネルどうぞよろしくお願いします。